では早速、今日はおはようございます。おはようございます。今日は忙しい中ありがとうございます。朝から、私はイーマミー代表の万波瑠璃と申します。本日は弊社の新サイトイーマミー留学エデュケーションのオープン記念として、また新しい取り組みとして今回始めました留学のオンラインサロンの初企画ということで、初めて企画させていただきました。現地のサポートメンバーも加えて約30分間ハワイの渡航最新情報を皆様にお伝えしたいと思います。コロナ禍でね、ハワイ渡航再開って言われますっていうか、ニュースが出てますけれども、まだやっぱり現実は難しかったりしますけれども、今日現地情報とか今回紹介したい、コロナ禍でも安心してハワイに行けるっていうサポートのお話なんかを聞いていただいて、ちょっとハワイが身近に近く感じていただければいいなと思っています。質問がありましたら、後半にどんどん聞いていただく時間を作りました。あ、映る？じゃ無理。あ、ちょっと聞あ、聞こえてますか？大丈夫です。こえてます。大丈夫ですか？はい。はい、すみません。質問、どんどん口挟んでください。それから、ズームのチャット機能でも、いつでも入れていただいても、大丈夫ですので、いつでもお答えできるので。足拭くの忘れて 大丈夫？あれ？ すいません。あれかな？誰かな？マイク、すいません。マイクありがとうございます。はい、すいません。それでは、本日の現地のサポートメンバーを紹介します。村井さん、英二さんとおっしゃいます。村井さん、英二さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願現い地サしまポーす。トはメい、ンバー村井のさんです。村井です。はい、村井さん。英二さん。皆様、どうもでございます。ハワイでサポートさせていただいております。英二と申します。ハワイのここでしか聞けない、最新情報、あとはですね、お得な情報など、皆様にお伝えできればと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん質問してくださいね、もし何かあったらね。はい。では、ハワイって今、14時、午後ですね。どんな感じですか、今日のハワイは。あれ、聞こえてますか？今日はとても晴れていて、もう昼間はですね、この12月と今、12月といえども、非常に暖かく、朝方はちょっとね、涼しい時もありますけれども、非常に過ごしやすい気候です。やっぱりパラダイスといいますかね、ハワイということで、天候もほぼ12月安定しております。はい、ありがとうございます。もうなんか日本は今日は極寒で、もう大雪、大変なんですけれどもね。はい、エイジさんもなんかどうですか、今日ハワイ。そうですね。朝とかが割と涼しくて、ちょっとカーディガンとか羽織らないと寒いかなぐらいにはなってるんですけれども、日中とかはやっぱりハワイらしく、ビーチに行ったりするときに、冬でもちゃんとこう楽しめるぐらいの気温にはなってるかなと思います。だいぶお店とかも開いてきたんですよね。そうですね。モールとかはだいぶ開くようになって、で、一部の観光客の方と、あと現地の方が多いかなと思います。帰ってきましたか。はい。はい、ありがとうございます。ハワイが開いてきたところで、行きたいなっていうところで、ちょっとじゃあ本題に入っていきます。皆様ご存知の通り、11月から事前に PCR 検査で陰性であれば、ハワイ入り後14日間の隔離が免除されて、すぐハワイで自由に過ごせるようになりました。で、セーフトラベルハワイプログラムって呼ばれるプログラムなんですけれども、世界に先駆けてハワイが開始したんですよね。それで、弊社では長期とか短期とか含めて海外のさまざまな留学取り扱いしているので、各国の入国規制を日々確認してるんですけれども、今やっぱりどうしてもおすすめできるのってハワイしかないなって思いまして、つくづく思うんですね。で、レストランとかお店もだんだん動き出して、それでそれほど混んでないって考えると、やっぱり今ハワイって結構いいタイミングだなって、私も行きたいんですけれども、なかなか実現しないですけれども、気持ちだけはハワイの方も、皆さんもね、きっと行きたいと思うので、はい、ちょっと情報を仕入れてみてください。飛行機もだいぶ飛ぶようになってきましたね。
12月21日からは、東京、羽田、成田からほぼ毎日飛ぶようになったようです。フライトも結構飛べるようになりました。で、お店も開いて、フライトも飛べるようになって、じゃあ、ハワイに、どなたからですか、ハワイに行けるようになったところで、ハワイ渡航の手順について確認していきたいと思います。皆さん結構ここ興味あるところだと思いますので説明していきます。はい。で、コロナ禍の今でもまず必要になるのは有効期限内のパスポートとエスタ登録という、これは変わりはありません。まずこの2つが重要になります。その上でいよいよですけれども、ハワイに行ってからの隔離免除のセーフトラベルハワイプログラムの内容についてお話しします。押さえておくべきポイントは、ハワイ州認定の医療機関でハワイ州公認の検査方法の NAAT 核酸増幅検査っていう検査方法で、出発72時間前に、PCR 検査を受けるということになります。12月16日現在、全国約57カ所で診察が受けられるようになって、きっとお住まいの地域でも結構クリニックもあるんじゃないかと思いますので、リストとも載せていますので見てみていただければと思います。で、ポイントになるのは出発72時間前なので、前日か前々日までに検査しておくということです。で、この際のワンポイントなんですけれども、検査日を含めて海外旅行障害保険と特約に加入しておくと、万が一陽性が出てしまった場合、キャンセルとかしますよね。キャンセルしなきゃいけないんですけれども、そのキャンセル料がカバーされるっていう海外旅行障害保険があるんですね。その辺も覚えておいていただくといいかなと思います。コロナ禍でもね、保険会社の方もいろいろと工夫して商品を出しているので、これ私も保険結構扱っていても、あまり今回のコロナまで意識してなかったぐらいなので、皆さんもそういう特約があるということを覚えておいたらいいと思います。こちらの方で AIG の海外旅行障害保険も取り扱いしてますので、またご相談とかもしてくれたらいつでもお答えしますね。はい、それで、じゃあ PCR 検査の次からいきます。PCR 検査を受けた後、陰性証明が出ます。で、陰性証明はメールで PDF で送られたり、また 1,2 時間後に実物が渡される場合もあるようです。で、受診される医療機関によって多少の違いがあるようなので、必ず医療機関に手順含めて予約時に確認されるといいと思います。そして、検査日が決まったら、セーフトラベルハワイプログラムのウェブサイトにアクセスして、旅の情報を入力します。で、PCR 検査が陰性が証明されたら、ここのウェブサイトに出発24時間以内に陰性証明書をアップロードします。タイミング的には出発フライトの前日の夜か、あるいは出発当日がおすすめです。そして、陰性証明がアップロードされると、QR コードが発行されるんですね。で、QR コードはホノルルの空港に到着したときに係員に見せたりとか必要になりますので、いつでも出せるようにしておくといいと思います。はい、それでは日本出発からの流れを確認しておきます。まず出発空港に到着すると、通常のエアラインのチェックインカウンターで、空港内の検温デスクを経て、飛行機に乗って、ハワイに向かいます。これはもう通常とあんまり変わらずですね。そして、無事ホノルルのダニエル井上空港に到着して、荷物を受け取った後、入国審査を済ませて出口から出てくる。で、コロナ禍の現在はこのようなコロナ検疫カウンターがあります。はい、これハワイそのものなんですけれども、ここで日程や滞在先の情報を質問されたり、 QR コードの提示を求められますが、特に緊張するものではないようです。安心してください。で、こちらのカウンターでの手続きを済ませたら、あとは自由にハワイの滞在を楽しむことができます。ここまでが渡航に関しての一連の流れになります。はい、そしていよいよ空港に降り立ってから、ワイキキ方面への移動になると思うんですが、皆さんお泊まり大体ワイキキなのでね、移動が入りますね。
ね、そしてここで早速タクシーに乗ったりとか、まあ、ウーバーにするのか、普段ですとそういう流れになるんですけれども、もう今コロナのねこの状況ではやっぱりどうしようかなって考えてしまいますよね。そこで今回私たちの方では、ちょっと素敵な送迎車をご紹介したいと思っています。皆さん乗られたことあるかな、リムジンっていうのに乗られたことあるかなって、どうですか、乗られたことある方皆さんあるかななんですけど、なかなか日本にいると機会ないですけれども、リムジンハワイで乗るとき、まあ、もうハワイで乗られた方もいるかもしれないですけども、結構この機会にいいリムジンがありますのでご紹介しておきたいと思います。村井さん、リムジンのご説明お願いします。そうですね、はい、今リさんの方からご説明あったと思いますけど、まあ、とにかくリムジンの良さというのは、まあ、お客様とドライバーさんがまあ分かれている大きなものですから、こう分かれて、距離を取って、ですね、乗って、そして、ご到着の宿泊施設まで、連れて行ってくれると、まあ、これは非常に大きいかなと思います。それでね、とりあえず空港からの移動っていうのはいろいろシャトルバス、シャトルバンやシャトルバス、タクシー、ウーバー等はありますけれども、まあ、やはり事前に誰が知らない人が利用したということが、まあ、怖いという方が結構いらっしゃるかと思いますし、まあ、そういった車にもし感染者が座っていたらって考えると、まあ、気になる方も多いのではないかと思います。まあ、そこで、リムジンはですね、このお客様のみの専用車であり、また事前に必ず除菌作業を行います、その会社は。でチェックリストがある車両会社と契約をしてますので、お迎え前に必ず除菌を行います。そういったことからね、非常に安心してご利用できますし、このリムジンの座席というのは除菌しにくい布製ではなく革製であることも大きな衛生上のメリットになるんではないかなというふうに思います。で、まあ、加えて先ほどご紹介ありましたけども、今回、イーマミーコロナ禍留学という応援企画ですね。リムジンで空港からワイキキの滞在場所へお連れする際に、まあ、ワイキキ到着を実感していただくためにね、まあ、古き良きハワイを感じられるようなダウンタウン、話題の新スポット、カカアコのウォールアートとかね、海、まあ、そういった観光スポットの中から、まあ、一箇所、選んでいただいて、そちらを周回させて、いただくことにしました。まあ、その際ですね、到着の記念としてね、写真撮影もね、させていただきたいなというふうに思っております。そんな感じでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、でせっかく陰性で入ったのに、ね、やっぱりいきなり感染のリスクがあるって考えると心配ですもんね。ということでね、今回リムジンで万全の安全対策をしながら、その時間を子どもたちと一緒に楽しめるようなプランがあったらいいねということで、こんなパワフルな、ね、現地のサポートがついてくださるので、一緒に企画してみたんですね、そういうサポートパッケージを。その話をちょっと聞いてください。コロナ禍安心現地サポートパッケージっていうのを作ってみました。ですね、内容としましては、ホノルル到着日のリムジン送迎、それから、ホテルで日本人スタッフ、村井さん、英二さんがお迎えしてくれるんですよね、どちらかね。で、滞在中の連絡先のご案内をしたり、過ごし方の相談をしたりとか、また体調を崩された場合の相談を受けられますし、帰国日のホテルのチェックアウトとか、空港までの安心リムジン送迎、またあります。そして、先ほど申し上げました、ダウンタウンの観光エリアをね、回って到着記念写真撮影をするっていう、プレゼントなんですね。こちらダウンタウンの観光エリアって結構古き良きハワイの感じでいいとこなんですけど、なかなか行くのが大変なので、まあ、ちょっと車で寄れるといいよなっていうのでこんな形にしてみました。こちら含めて一応$550ということで、ちょっと高いかなっていうかもしれないんですけれども、内容的にはこの価値はあるかなと思うのでお知らせしておきます。で、内容としてオプションで観光やアクティビティの相談とか買い出しとか、まあ、ヘルプのご相談何でも乗ってもらえます。そして、留学の場合はスクールの登校初日の同伴サポートとか、
TB テストが必要な場合あるんですけれども、そういった時に予約同行サポートっていうものもオプションで利用していただけます。学校初日ってね、英語だらけの書類渡されたりとか、もう何が何だか分からなかったり、うまく仕立てられたりとかしますので、とても心強いと思います。要するにポイントってなるのは、滞在中の相談に加えて、コロナ禍での不安とかご相談が可能な24時間のホットラインがあるということはもちろんなんですけれども、この万全な対策をしながら、ハワイならではのこうちょっとねラグジュアリーな非日常体験を味わえるっていう、そういうサポートなんですね。なので、今回子どもたちと一緒にね、味わってみるようなことをちょっと考えてみていただけるといいかなと思います。はい。でちょっと参考にね、村井さん、コロナ禍ってどんな相談多いんですかね。旅行者の方困ることの事例とか何かありますか。村井さん聞こえてますか。英二さんでも聞こえてますか。コロナ禍でどんな相談多いのかなっていう、なんか旅行者が困ったりとかすることって。まあ正直申しまして、あまりこのコロナ禍になってから、お客様自体がですね、ハワイの方には来ておりませんので、まあ、実際問題、こういったことがあったというのは、あまり件数はないんですけども、例えばコロナというかですね、3月の時点で、帰国できずに困ったお客様、こういったちょっと、熱があるんですけどどうしたらいいでしょうかと、そういったですね、お話っていうのはいくつかありましたし、もう日本が明けてから、多少日程的に余裕のある方が、いらっしゃってる、あるいはこちらにバケーションレンタルみたいなのを持ってるお客様というのは結構いらっしゃってまして、そこの方々の話では、この何か緊急のことがあったときはどうすればいいんだろう、お医者さんはどういうふうに持っていけばいいんだろう、普通に保険とか聞くんでしょうかと、そういったようなですね、質問というのが入っております。あとはですね、私の方からも現地の方で、やっぱり常にいろんな情報を集めておくということが必要なんですよね。で、ルールが2週間ごとにポコポコ変わったりすると、日本でもそういう今ね GoTo が状況が変わりましたっていうふうにしてコロコロ変わっているように、ハワイでも常に要は医療のプロセスだとか、それからお客様の状況だとか、あとは集合とかの法律だとかね、ルールとか、そういうものがコロコロ変わっている中で、やっぱり毎日今はどうなってるんだっていうのを、積極的に仕入れるようにしています。なのでやっぱりどうしてもね、どんな旅もそうなんですけど、100点満点というか 100% っていうのは旅ではないんですね。なんでその中でも安心してお客様がハワイで楽しめるようにということを、いつも意識して、情報収集、それからあとはですね、実際にお客様来られた時の対応、その体制を整えております。はい、そうですね。もう私の方も留学のお仕事をしているので、学校とか扱ってるんですけれども、語学学校ですら、あともう現地校なんかはね、本当に学校離れるとサポートってほとんどないんですよね。すごい結局困ることが本当に多いんです。私が留学サポートを始めたのも、結局自分が親子留学というか、私大学留学生だったんですけれども、その時に子供を抱えて、子供が骨折したことがあって、その時に本当途方に暮れることがあったんですね、一回ね。その時の経験で、やっぱり子供がいる以上一人で背負うべきではないというふうに感じたのが、今の留学のサポートの仕事につながっているというところもあるので、何かあった時のために頼れる人がいるっていうのはすごくいいことだと思うので、ぜひそうですね、その辺はお話ししておきたいです。今ね、大手の旅行会社さんもほとんど現地サポートを機能していないのでですね、そんな状況ですもんね。はい。で、今回本当サポート、ありがたいサポートがありますので、皆さん安心していただければ、こんなのもありますということで、万が一コロナの疑いで外に出られなくなっても、必要なものをスタッフにお伝えいただければ、1回100ドルとかかかってしまうんですけれども、お買い物をしてきてくれたりとか、そんなサポートも頼めたりとかします。はい、安心してハワイに行ける状況があります。
ということで、まあ、安心していけるっていうことが分かったところで、ちょっと一つ今の時期でも行ける学校を紹介しておきたいと思います。ハワイパームスイングリッシュスクールという学校があります。こちら幅広い年齢層を受け入れるという特徴で人気校なんですね。こちらの学校皆さんお子さんいらっしゃる方が多いと思うんですけれども、こちら紹介しておきます。ハワイパームスイングリッシュスクールとは2007年に創立、比較的新しい学校ですけれども、幅広い年齢層の生徒さんに対応できるので今人気校となっています。でロケーションはワイキキの中心にあって、カラカワ通りに面したワイキキビジネスプラザの7階にあります。でオーシャンビューとハワイ独特のアロハスピリッツが魅力の学校です。グループレッスン1クラス最大9名までで、講師が生徒一人一人丁寧に向き合っています。で、日本人スタッフが常駐で、割といろんな相談に応じる学校なんですね。こちらでは1回サッカー の練習を手配してもらったりとか、そんなこともありました。はい、割と面倒見がいい学校です。そして対象年齢は4歳から15歳ということで、お子さんの年齢幅が広いんですね。ここまで年齢受け入れるところって結構少ないです。あと英語力は初級から可能ということで問いません。そこがいいところですね。でもう少し、プログラム中身を見ていきますと、4、5歳にはキンダーガーデンクラブっていうクラスがあります。こちら通年で開校っていうのもいいところですね。1クラス最大5名で、まあ、英語を楽しく学ぶようにゲームとかクラフトとか、それからローカルのキッズと一緒に遊んだりっていう機会もあるようです。もう子どもはとにかく楽しく学ぶのが一番なので、あ、楽しかったって言ってくれるのがいいと思います。そしてキッズプログラム 6歳から12歳、こちらは長期休暇など中心なので、夏休み、冬休みあるかな、夏休みが中心かなと思うんですが、1クラス最大10名でかなり早くに埋まるんですね。ここ数年結構これは再開すると結構早く埋まっちゃうので、早めに計画した方がいいと思います。ハワイやアメリカの文化に触れるアクティビティを行いながら、1日 2,3 時間の英語レッスンということですね。ただこれ9時から4時って書いてるので、ちょっと興味ある方はまた聞いていただければと思います。はい、また時間割変わりますのでね。はい、そしてティーンズプチ英語集中コース、12歳から15歳対象、中高生さんですね。会話やリスニングをはじめとしたコミュニケーション英語を中心に学びますということで、だいたいこちらの学校は登録料が$125で、1週間単位で、まあ、こちらのコースは$450になってますけれども、年齢によって少し差があったりします。あと、大人の方向けのコースもあるので、私は昨年ちょっと前は、3世代で、おばあさまとお母さんと子どもたちっていう3世代で通われた方も、いらっしゃいました。まあ、そんな通い方ができるのが、この学校のいいところです。はい、でお手続きの必要書類は、申し込み書、誓約書で、事前テストが結構あれなんですね、しつこく受けさせられるというか、結構厳しく受けています。まあこれもここから勉強になるので、お子さんにはいい機会になると思います。で上記の書類を、投稿までに提出して、費用の支払いを済ませますですね。ロケーション的にはさっき申し上げたんですけれども、まあ、ホノルル動物園とか、まあ、そういったものにも、徒歩で15分ぐらいで行けたりしますし、周辺はもうショップとかホテルとか飲食店とかもたくさんあって、とても便利なところです。皆さんよくご存知なんじゃないかなと思うんですけれども、ビーチも近いですよね。ということで本当にロケーションもいいです。で滞在先のオプションなんかも、まあ、コンドミニアム、ホテル、親子ホームステイなんかも手配できたりしますということで、ハワイパームスイングリッシュスクールちょっと駆け足で見てきましたという感じで、いい環境ありますのでね、はい、ハワイのお話、じゃあここまでちょっとこちらからお話しさせていただいたので、皆さん質問あるんじゃないかなと思うので、エイジさんと村井さんにせっかくの機会なので、どんどん聞かれませんか。質問ある方いませんか。どうですか。米田さん米田さん聞こえてますか。
あれ聞こえてない。それ、うん、なんか質問あったんじゃなかったでしたっけ？はい、質問あります。ありますよね。はい、そう、どんどん質問をしてください。もう、残りの時間はもう質問にと思ってますので、はい、どうぞどうぞ。コンドミニアムに滞在するときの、費用ですかね。大体月いくらぐらいかかるのか、お聞きしたいんですけど。はい、エイジさん、村井さん、どうですかね。コンドミニアム滞在費用。そうですね、時期、例えば夏休み、春休み、あと通常の時期、あるいは夏、冬によってだいぶ違ってくるんですけれども、またそれでその中から、レベルといいますか、便利な場所にあるとか、海側、山側ということによって、だいぶ変わってくるんですが、およそ1ヶ月、30日間、滞在するとしたら、だいたい1日180ドルから200ドルぐらいですね、一泊。ただし、3週間、1ヶ月になると、ちょっとそれが安くなりまして、そうすると、だいたい3000ドルぐらいというのが、相場かなと思います。ただし、これが、お盆の時期、あるいは年末年始を避ければ、もうちょっと安くなったりしますし、またちょっとコロナで少し料金を下げてるところもありますので、ちょっと詳しいことはまだその何月何日のじゃあどこでって言わないと難しいんですが、はい、ほぼだいたいこう1泊あたり160から180、そして、1ヶ月にすると3000ドル前後というふうに、考えていただければよろしいかなと思います。わかりました。そうですね、グレードによって多少変わってくるので、ご存知のもちろんもう少しこう下げていくというのも、という感じでお考えください。でやっぱりそれも、ね、空き状況というのもあるし、あとはコロナ禍という状況もあるので、先ほど村井さんがおっしゃった通り、多分割とこうお客様にとって今有利なのかなとは思いつつも。ホームステイの方がもっと高くなりますか、金額は。ホームステイ、人数によるかなっていう、ホームステイは人数分で増えていくので、コンドミニアムは人数変わらないです。あ、そうですよね。そうなんですよ。だから、人数が増えたりすると、コンドミニアムの方が良かったりしますけれども、とにかくグレードですよね。やっぱり、居住性とか、ロケーションとか、本当に、やっぱり費用次第っていうか、で、高騰してるんですよね、ここ数年、本当高いんですよね、ハワイ。そうですよ。なんかいつの間にか相場が3000ドルになっちゃって本当にびっくりですけど、私なんか住んでる時もうすごい前ですけど、750ドルとかの時だったんですよ、1ヶ月。短期用ではなかったんですけど、株式でもうそんな時期もあったのに、今本当高騰してるから、ちょっと普通のとこでも3000、3000は大体中間の相場っていう感じですね。ただ、私たちの方でもですね、現地の、リアルタ、要は不動産のエージェントさんたちとも強いパイプを持っているので、ご予算みたいな感じでご検討、このぐらいの予算で考えているのっていうのがあれば、そこにできるだけ合わせられる物件をご紹介できるようにというサポート体制は取っております。わかりました。はい。ありがとうございます。あと、なんかホノルル、今すごい高騰して、高級コンドがどんどんできちゃってるんじゃないですか。それもあれですよね。また前との違いというか、すごい高級なコンドがどんどんできていて、それも楽しいは楽しいと思うんですけど。いいですよね。はい。どうですか、ご質問、どうぞ。遠慮なく、いかがでしょう。特にあれですか、直井さんも、文ちゃん文ちゃんどうですか、ないですか。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、入国、ハワイに入国するのは分かったんですけど、帰ってくる時の気をつける点というか、例えば現地でやらなきゃいけないこととかって何かあるんですかね。ちょっとよく分かってないんですけど。そうですね、帰りのこと何も触れませんでしたね。はい、特にやらなきゃいけないことはないと思います。今の段階ではまだ帰ってくるときに入国してからあれですよね、集められて検査をしてますね。だから2時間ぐらいとか
ちょっと留め置かれて、まあ、待機っていうのが入っていますね。で、その後はもう、あとどこにも寄らないで、家族に迎えに来てもらってとか、指定の専用の、送迎を使って、隔離ができる状況で帰って、2週間自主隔離っていうのは、まあ、今はありますね。あ、なるほど。うん、まだあるんですよ。ハワイの中で、出国、ハワイ出るときに何かしなきゃいけないってことは特に。それはないですよね。ない。特に、大丈夫です。はい。帰ってきてからですね。はい。そこがいつなくなるか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ですね。ちょっとなんか、もっといろいろ、聞いてほしかったんですけども、時間が来てしまいましたね。30分ということで、大丈夫ですか？もう、また、この後でも、いつでも何でも聞いていただければと思います。ですので、で、来月、一応1月の16日予定で土曜日なんですが、また次の、ハワイセミナーできたらいいなと思っています。で、プリスクールとか、まあ、スクールとか、それから、不動産のお話とか、まあ、そんなの面白いかなと、その時のいい情報をまた流させてもらえればと思ってますので、またぜひよろしくお願いします。ということで、ハワイ、皆さんちょっとハワイの気分を味わっていただけたでしょうか。今日はありがとうございました。また来月ぜひ会いてみてください。今日はお時間いただきました。ありがとうございました。皆さん、良い一日を過ごしてください。エジさん、村井さんも一言。皆さん、ぜひ、コロナ禍、ちょっとね、躊躇されてる方が多いと思うんですけど、逆に言うとチャンスなんですよね。親子でゆっくり過ごしたりだとか、それから、まあ、ね、家賃とかもこう安くなってる目玉物件が出てきたりだとか、でそれから語学学校もこう、レートが落ちてたりするので、まあ、そこのチャンスを、まあ、ゆっくり使ってもらって、まあ、ハワイを、ね、買い物とか、あとアクティビティとかをゆっくり過ごすっていう意味では、今、逆にすごくおすすめだなという感覚があります。ぜひぜひ。ハワイに遊びに来てくださいませ。はい。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。お元気で、気をつけて、はい、気をつけてお過ごしください。ハワイもありがとうございます。では、皆さん失礼します。ありがとうございます。